前の晩にたっぷりこれの倍ぐらい作っておいて、で残ったやつを一回冷蔵庫に入れておくんですけど、小松菜とかミニトマトとかは切っては置くんです。朝あんまり包丁使うのが、子供がまだちっちゃくてそっちの世話もしながらって考えると、包丁は前日にやっときたいので切っといて、袋に入れておいて、でそれを朝使うっていう感じですね。卵は目玉焼きを作ったりとか、別でフライパンなりなんなりを使って目玉焼きかスクランブルエッグを作ってっていうのは、タンパク質は別で作ってたんですけど、その時間すら省略した方がいいということになりまして、卵たっぷりからこれに入れて、食べればいいよねっていうので、このスタイルに変わったのは子供が生まれてからの気がします。ミニトマト旨味があって本当に美味しいんですよ。味噌汁に入れるの大好きで、このトマトのちょっと皮が弾けたぐらいがですね、旨味が出てすっごい美味しいので、出汁代わりになるっていうと4粒だと言い過ぎなんですけど、朝の楽しみにしてる感じですね。落とし卵にする時もあれば、こういう溶いた卵にする時もあればっていう感じですよね。基本的には子供の準備を全部夫にやってもらって、で大人のご飯周りを私がやって、何を今日野菜を使っちゃいたいとかっていうのもあったりするので、スムーズに進むので、ってなると子供のことをお願いしちゃうという感じ。これが坂本醸造さんっていう鹿児島の黒酢が私大好きで、一緒に濁り酢っていうのを作ることになって、で黒酢とかお酢と同じように使えて、マリネとか酢豚とかにももちろん使えますし、南蛮漬けみたいなのに入れても美味しくて、もろみがある分まろやかなので、お酢のツンっていうのが苦手な方にも飲みやすいお酢ですね。酒粕の甘酒がいい、米麹の甘酒がいいって一概にはやっぱり言えないんですけど、私は米麹の甘酒を使うことが多くって、甘酒ってそのまま飲むだけでいいので、すごく手軽に摂取できるし、普段お味噌汁は飲んでいる、納豆も好きで常備してるって方がプラスアルファで何かって思うと、意外と甘酒いいんじゃないかなと思っていて、何かを毎日摂り続けるって難しいと思うんですけど、朝ごはんだったら何かしらで融通が効くので、これだけ飲むっていうのはすごい続けられていて、なんか子供ってどうしても割っちゃうからプラスチックとかっていうのもあるんですけど、なんかやっぱりいい器で あげたいなって気持ちが強くて、すっごいハラハラするんですけど、作家さんのやつでね。
休日は子供は保育園に行ってくれないので休日の方が大変っちゃ大変なんですけど、気持ち的にちょっと特別感を出したいのでメニューを変えるとか、あと器をちょっと素敵なやつにするとかっていうので、気持ちの切り替えというかをしてるっていう感じですね。もう休日のフレンチトーストは前日につけておくとすごい中まで味が染みて美味しいので、甘酒と卵と豆乳でつけてあって、で半分に切ってつけるとここからも染みてですね、分厚いパンでリッチに食べたいけど中まで染みさせたいので半分に切ってつけてるっていう感じ。弱火で5分焼いて裏返して蓋をしてさらに5分ぐらい焼いて出来る。すごい柔らかくなるんです。なんというか崩れちゃうので、ゆっくりこうやってやらないと。米麹の香りが結構するんですよね。フレンチトースト大体この豆乳と甘酒で作ることが多いんですけど、程よい甘み、優しい感じの甘みがつくので、お砂糖代わりに甘酒を使うみたいなことは割と多いんですよね。煮物にちょっと甘酒で甘みを出すとか、ちょっと子どもの離乳食とかにかぼちゃマッシュする時とかにちょっと入れたりすると甘みが増して、ヨーグルトと発酵あんこで今回食べるんですけど、水切りヨーグルトとあと好みのフルーツをのせたりして食べることも多いですし、ハムとチーズを挟んでクロックムッシュみたいにして食べるのもすごい美味しくて大好きです。